第一次世界大戦のトレンチコートトレンチコートは、陶器用の街灯及びレインコートの一種。トレンチコートの起源は、第一次世界大戦のイギリス軍で、寒冷な欧州での戦いに対応する防水型の軍用コートが求められたことから開発されたものである。もっとも、その原型はすでに1900年頃には、考案されており、 第一次大戦での普及が一般への広がりの契機となったとも見られる。トレンチの章は、このコートが第一次大戦で多く生じた DNA 地での残豪戦で対抗性を発揮したことによる。平時のファッションとして用いられるようになってからも、軍服としての名残を多く残す。イギリスのバーバリーとアクアスキュータムの2社の製品が元祖と言われ、現在でも有名である。 実用性が高く、かつ外観的にも、機能美に優れることから、1930年代以降、特に男性の冬のファッションにおいて、定番の一つとなった。ハンフリー・ボガートや、アラン・ダッドなどの俳優が、フィルムのワールドの中で着用したことで、より人気が高まり、トレンチコートに、ハードボイルドのスタイリッシュなイメージを植え付けた。記事には、 ギャバジンないしウールを用いるのが普通であるが、近年は合成繊維や比較も用いられる。肩にはボタン止めのショルダーストラップが付き、水筒や双眼鏡、ランヤードなどを釣ったり、ベルトをかけたりすることができる。また、戦中に仲間が倒れた時には、このストラップを持って引っ張ることにも役立った。こうしたショルダーストラップは同様の理由から、諸外国の軍人や、 現在の日本の自衛官などの制服や街頭、戦闘服や作業服、さらには警敵をつないだモールやチェーンを釣るために、警察官や警備員の制服や街頭にもついている。また、腰回りに備え付けられている D 館は、もともと手榴弾を吊り下げる用途の名残とされている。襟元にはチンストラップと呼ばれる帯が付き、また、手首にもストラップを備え、 これらを敵に締めることで寒風を防ぐことができる。ウエスト1のベルトはトレンチコート最大の特徴で腹部を暖かく保つとともに整ったシルエットを形作る。右胸に縫い付けられた当て布はストームフラップと呼ばれ襟をすべてボタン止めした際に雨だれの侵入を防ぐためのものである。本来は男性用皮服の右前合わせなので右側にのみも置けられ。 女性用の左前合わせであれば、左側に設けられる。現在は単なる飾りになっている場合も多く、両側に設けられたり、省略された製品もある。古典的なトレンチコートの場合、両腰のポケット部分は内側に着込んだ上着のポケットに手を届かせるため、袋でなく単なるスリットになっている。5つのボタンが2列に並んだ、ダブルブレストのものが最も古典的な。 デザインとされているが、アクアスキュータムなどでは一列のシングルブレストのものも作られている。ブランドによっては、ベルト、ショルダーストラップ、バックヨーク、ストームフラップといったディテールを踏襲せずに簡素化したため、いわゆるステンカラーコートと違いがわからないようなデザインになっているものもある。ありがとうございます。